その頃、海王神会のご飯は潜在能力を限界以上に引き出す儀式を受け続けていた。そしてその傍らの悟空たちは老海王神の出した水晶玉によってゴテンクスの戦いを見守っていた。やべえ、戻っちまいやがった。じいちゃんの海王神様、早くしてくれ。チビたちのフュージョンがパワーダウンしちまった。本当ですか、お父さん。あれじゃ殺される。よし、じゃあ行ってええぞ。5分くらい前から完成しとるから。完成してる。なんでもっと早くに教えてくれなかったんですか。バカたり、ピンチになってから行った方がドラマチックじゃろうが。大変だ。だったら急がなきゃ。どうやったらその最強の戦士になれるんですか。なに、お前よくスーパーなんとかに変身するじゃろ。あの要領じゃ。気合を込めればいい。スーパーサイヤ人の要領ですね。わかりました。すごい。すごいですよ、お父さん。本当だ。本当にすんげえや。早く地球へ。取り返しのつかないことになってしまいます。素晴らしい救世主を送るのは私に任せてください。すまねえな、ごはん。オラ行きたくてももう無理なんだ。痛かったな、近くで。おめえがでっかくなったとこよ。お父さん、これでもご飯に会うことはね。おめえがあの世に来るまではな。頑張れ、魔人ブをぶっ飛ばしてこい。はい。ではすまん、頼んだぞ。はい。キビトさん、お願いがあるんですが、お父さんと同じ服にしてほしいんです。なるほど、お安い御用だ。色は惑星ポポロにいるカエルの糞の色だったな。山吹色ですけど。バッチリ。ありがとうございます。私は行く。遥か遠い海王神会で偉大なる戦士の勝利を願っておるぞ。さよなら。二人の海王神様にもよろしく。よし、行くか。ことなさそうだな。大したことなさそうだな。頼りになるとは思えんが、俺も戦う。やるだけやって一緒に死のう。なんだこの気は。誰か来る。帰ってきたご飯。限界を超えた奇跡のパワー。兄ちゃんだ。よかった、間に合って。ご飯さん、兄ちゃん、よかった。死んだんじゃなかったんだね。あれがご飯なのか。以前とは木の種類が違う。甘さも消えている。
だからあいつとは分からなかったんだ。他のみんなは殺されちゃったよ、魔人ブーに。母さんやデンデたちもか。そうだよ、僕たち以外みんなだよ。美味しかったぞ。みんな食べちゃったんだ、俺がチョコにしてな。いや違う、感じるぞかすかな気を。おい、まさか俺と戦うつもりか。違う、貴様を殺すつもりだ。そいつは残念だったな、魔人ブー。よく聞けよ、俺はお前だけは許さない。絶対絶対絶対だ。すまん、ご飯。助かった。いえ、自爆するとはな。死んだのか、ブーは。いえ。どういうことだ、逃げたのか。あいつだって気を消せますよ。隠れて酸素を狙ってるのかな。わからない、でも何かを企んでいるようだった。もし本当に生きてたってへっちゃらだぜ。あの野郎、ご飯さんに手も足も出なかったもんな。俺たちのスーパーゴテンクスぐらい強かったよな。もっと強かったよ。そうか、ちょっとだけな。そうだ、聞かせろご飯。どう、へえ、そんなすげえじいさんが。それよりドラゴンレーダーは誰が。ああ俺が持ってはいるが、デンデが殺されてしまっては。大丈夫、デンデは生きてますよ。ほら、かすかに気を感じるでしょ。何、本当だ。デンデのところに向かいましょう。他にもかすかに誰かの気が。何？いや、
かすかに木を感じる。ん？なんだ？人か？はい、あれは。あ、ミスターサタン、なんであいつだけ生き残ってんの？しぶといやつだな。ほっとこほっとこ。いや、一緒に連れて行ってやろう。俺は神の神殿から見ていた。ああ見えても根は善人なんだ。あいつはあいつなりに地球を救おうとしていた。デンデ、よく逃げ延びたな。でかしたぞ。ポポさんが僕をすぐに下界へ放り投げてくれたんです。さすがミスターポポ、素晴らしい判断だったぞ。おい、何者だあの顔色の悪いガキは。ほら、ガキとはなんだ。神様だぞ、神様。え、なんだって。何を企んでるんだ。おいチビたち、俺はお前たちと戦いたい。え、なんだと。勘違いするな。貴様の相手はこの俺だ。まずチビたちと決着をつけるんだ。その後お前と戦ってやる。なんでだ。なんでそんな回りくどいことをするんだ。貴様はこの俺を倒したいんじゃなかったのか。どうしたチビたち、俺とやるのが怖いのか。なんだと。僕たちが怖がってる。今度こそやってやろうぜトランクス君。当たり前だぜ。待て、何か変だぞ。おかしいとは思うか。なんで。じゃじゃーん、またまたやってきたぜ。正義の死神スーパーゴテンクスだ。あのチビのパワーとピッコロというやつの頭さえ足せば。どうかなごはんくん、無事作戦成功だよ。この瞬間こそ未来においても二度と現れぬであろう最強の魔人の誕生だ。汚いぞてめえ、二人を自分に取り込むなんてよ。お前のせいだぞ。お前は絶対に最強であるはずの私より強かった。遥か遠くにお前の存在を感じた時からこの作戦は始まっていた。そこで考えたんだ。その時戦っていたスーパーゴテンクスとかいうチビを我が身に吸収すれば、どんな奴が現れたって最強の王座は揺るがないと。だがそのチビのパワーには時間が限られているらしかった。そう話していたんだ。もし吸収する瞬間に元に戻られては困るからね。次の機会を待ったんだ。再びスーパーゴテンクスとやらになるには1時間あればいいらしい。だからそれまで消えていたんだよ。くっ、そういうことだったのか。どうせ吸収して一等賞になりたかったらこの俺を吸収すりゃ簡単だったのによ。ふっふっふ、何も分かってないようだな。
敵もいないのに最強になってどうするんだ。前の魔人ブーが言ったはずだろう。絶対にお前をぶっ殺してやると、それが最大の目的だ。なるほど、そういうことか。納得。俺をぶっ殺してやるって。勝負を急がせてもらうぞ。吸収したスーパーゴテンクスとやらは変身時間がかなり限られているようにね。貴様にしては冷静な判断だ。父さんも吸収したのは正解だったようだな。おりゃー、俺は吸収した強さ想像以上か。ボロボロだな。もう飽きてきた。そろそろフィニッシュを決めるか。ダメだ。これじゃやられちまう。こりゃ計算違いじゃったの。しゃあない孫悟空、お前手伝いに行ってやれ。え、いや、オラもう。そうです、ご先祖様。実は孫悟空はもう二度と現世には行けないのです。んなことは知っとるわい。代わりにわしの命をくれてやるんじゃ。それで大海王神様の命をオラに。いけません。だったら全宇宙はもうおしまいじゃ。ではせめてこの私の命を。私もそれくらいは役に立ちたい。無理せんでいい。お前はまだ若い。わしはどうせあと千年ぐらいしか生きられんじゃろから。じいちゃん。ではさらばじゃ。すまねえ。この命絶対無駄にはしねえぞ。よし、早く行け。ほれほれ、わしの死を無駄にする気か。じゃ、行ってきます。おっと、待った、渡すもんがあった。ポタラじゃ、後で片方を左耳につけろ。これつけっと、強くなれんか。もう片方はご飯の右耳につけさせるんじゃ。たったそれだけでお前たちは合体できる。え？ほんと？当たり前じゃ。しかも効果はフュージョン以上。これが昔からの海王神のとっておきの宝だったんじゃから。知りませんでした。本当に近頃の若いやつはしょうがないな。ほれ、ちょっと試してみ。お前とキビトで自分のポタラを使って。あ、あ、おお、すごいパワーですよ。これなら私も戦いますよ。お調子になるんじゃない。
もともとが大したことないんじゃ。まともに戦いっこないじゃろ。ああ。こいつは確かにすんげえよ、じいちゃん。で、合体していられる時間どれくらいなんだ？ポタラにそんな弱点はないわい。永遠にじゃ。もう二度と戻るようなことはない。え、ま、保証できんがな。めいったな。ずっとご飯と合体したままか。しょうがねえか。ブツブツ言っとらんでさっさと行け。死んでしまうぞご飯が。はい。じゃ、行ってきます。いろいろありがとうございました。何もかも消えてしまえ。お父さん、なぜ下界に？ご飯、これは？拾え、早く！そいつを右の耳につけんだ。オラと合体してブーを倒すんだ。なんだと？合体？させるものか！うわ！しまった！はぁ！そんな！そりゃねえだろ！これはいい。前よりさらにパワーアップしてしまったぞ。ご飯との合体が。さあどうする。お前が合体したがっていた孫悟飯は私がいただいた。もうお前が合体するものなどどこにもおらんぞ。ええぞ、何人も何人も吸収しやがって。くそーく、この木は、まさか。どうした、もう諦めたか。ならとっとと死ねい。瞬間移動か。送るのはここまでじゃ。せっかく閻魔大王の計らいで肉体を戻してもらって一日だけ戻れたというに、あんなのが相手では。ふん、気にするな。どうせ死んでいる身には変わらん。やるだけやってやる。ベジータ、やっぱそうだった。カカロット。ベジータ、黙ってこいつを右の耳につけてオラと合体してくれ。断る。なぜ俺が貴様なんかと。これしかねえんだよ、魔人ブーに勝つにはさ。貴様と一緒になるぐらいなら消された方がマシだ。こだわってる場合じゃねえ。な、終わっちまうんだぞ、何もかも。気に入らんのだ。この前貴様は俺と戦った時、さらに上の力があるにもかかわらず隠していた。何がスーパーサイヤ人3だ。いちいち勘に触る野郎だぜ。そんな奴と合体なんかできるか。悪かった。あれは変身していられる時間が限られてたんだ。もしもの時のために。
言い訳などどうでもいい。俺に手を抜いたことに変わりはないんだ。舐められたもんだぜ。じゃあこのことも知ってっか。みんな部に食われちまったんだぞ。ブルマもトランクスもだ。ブーが近づいてきている。頼む、助けてんだろみんなのことを。よこせ、早く。見つけたぞ。ジータ、欲がこの合体は一度やったらもう二度と二人は元に戻れねえ。いいな。なんだと。くそ、こんなギリギリで言いやがって。いいんだろこれで。サンキュー、ジータ。何が起きた。よっしゃ。最強ライバルの共闘、吸収進化する魔人ブーを倒せ。ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。さらにこいつがスーパーベジータ。おお、大したもんだな。来いよ。意気がるなよ。本気でやってほしいな。貴様何度に。よっしゃ。本気でやってこのダマだったかな。本気でやってこのダマか。くらえ。どうした、みっともないぜ。はめはめ。
もっと本気を出させてほしいもんだな。さて、もう飽きたからそろそろ終わりにするか。10数えるまで待ってやるから、お祈りでもするんだな。1 2 3 4。ぐー、何やってるんだ、早く気づけ。ここまで追い詰められたらすることはたった一つしかないだろう。こうなったらあいつを吸収するしか。だがどうやって。そうだ、さっきあいつにちぎられたあれを使って。7 8。やっと気づいたか。そのためにわざわざあの頭についている尻尾みたいなやつを切ってやったんだ。よし、やつは油断している。9。さて、果たしてうまくいくか。10。よし、バリアー。やったやったぞ。なんてことだ。吸収されてしまった。終わった。いや、わからんぞ。え？ちょっと変だとは思わんか？やつはこれまで戦士を吸収するためにパワーをアップし姿を変えてきた。じゃが今回は。変わっていない。どういうことですか？もしわざと魔人ブーに吸収されたとしたら、あやつ大したもんじゃ。無敵となった記念に消してやるぞ、こんな星。ブーの様子が変ですよ。やはりそうじゃ、あやつは吸収された仲間を救いに行ったんじゃ。これはまさか。いた。隠れろ。姿が元に戻っている。一体。やった、みんな元に戻ったぞ。とりあえずこいつらを隠せ。ブーはまだ気づいていない。
よし、すぐにブーのところに戻るぞ。がおかしいんじゃねえか。なんか嫌がんな。おい、ベジータ。これ木が増えてるんじゃねえか。じゃあビビディの作り出した魔人ブーは邪悪そのもので、ビビディ本人の手にも負えない失敗作だったのですが、温和な大海王神様を吸収することでなんとかコントロールできるようになったのです。ということはじゃあ、今のあの小さな魔人ブーは最初の一番厄介なやつじゃと。はい、吸収によってパワーを減らしてまで手に入れた心がまた元に戻ってしまった。自制心が全くない悪そのものの存在に。うぎゃぎゃおわーなんだあれ。いきなり地球をぶっ飛ばそうとしやがった。ふざけやがって。おいブー、この星をぶっ飛ばすのは貴様の勝手だがな、俺たちと戦ってからにしたらどうだ。ギッ、あんなの跳ね返せねえぞ。ベジータこっちだ。みんなと瞬間移動する。はっ、捕まれ。ダメだ、間に合わねえ。こんな一瞬じゃ瞬間移動できねえ。おっ、おい、